年とともに盛況を極める全日本柔道選手権大会。柔道は今や国民的スポーツとして大きく発展し、世界中にその愛好者を持つようになりました。決勝戦の審判に立つ柔道界の権威、三船十段。三船十段は柔道の理論を科学的に深く究明し、多くの優れた技を草案して柔道界に新鮮な生命を吹き込みました。この映画は過去60年間を柔道一度に生き抜いた正室の達人三船十段の真偽を公開するもので、柔道の真髄を広く世界に紹介し長く後世に伝える目的のために記録した画期的なフィルムのうちから特に一部を編集したものです。立ち技は足技、手技、腰技、増手身技、横手身技に分けられます。足、手、腰技はそれぞれ足、手、腰を主に使うところからこの名称が生まれましたが、根本は手、足、腰の一致した働きで相手の中心を失わせるということが倒す要点であります。増手身技とは自分が身を捨てながら相手を自分の頭上を越えて倒す技を言います。横捨て身技は増捨て身技と同じく身を捨てながら相手を横の方に倒す技を言います。寝技は抑え込み、締め、逆の3つからなっております。寝技は地味で継続的であり、それだけに特に粘り、持久力を必要とする違いはありますが、立ち技と寝技は柔道の両翼であります。足技には主な技がおよそ17種類ありまして、一つの技がさらに幾種類かに変化して応用されます。出足払い、相手の前に出てくる足を払って倒す技です。小指に力を入れ、相手がある位置から他の位置に変わり、重心の座りかかる瞬間に払います。小外掛け、相手の一方の足に向こうの体重を乗せるように崩し、外くるぶしの上に足裏を当てて倒すものであります。小外刈り、相手を後ろ隅に崩しておいて、キビスの上外から刈り倒す。小内刈り、足を鎌型にして相手のキビスの上を内側から刈り取る。これは小内刈りの応用です。大内刈り、相手の引き髪を内側から大きく刈り取る。大外刈り、相手を崩しておいて足を真後ろから刈り倒す。大外落とし、相手の後ろ股を狙って右足を飛ばし上からのしかかるようにして仰向けざまに倒す。大外車、後方から斜めに深く足を当て払い上げて車が回るように倒す。
膝車。相手の膝頭に足先を当て、大きく甲へがいて倒す。足車。膝の下に足を押し当て、両手で引き落とす。支え釣り込み足。相手の一方の足の下を足裏で支え、上半身から転倒させる。払い釣り込み足。後ろに下がってゆく相手の足を足裏で斜め後方に払いをして引き落とす。送り足払い。相手を真横に運ばせるように仕向け、隙を見て両足もろとも横一文字に払い倒す。つばめ返し。相手が足を払ってきたとき、機敏にこれを避けて、逆にその足を払い返して倒す。内股。重心を前に崩し、相手の内股を深く後ろ股で払い上げて倒す。大車。これは御船銃弾得意の技で、相手を前に浮かし、足を前の中心に当て巻きひねる、見事な大技です。手技も十数種類主な技がありまして、個々の技はやはりそれぞれ変化して応用されています。浮き落とし。進んでくる相手を身を伏さって前に浮かし、もんどり打って倒れるように引き落とす。体落とし。相手を釣り浮かし、外側に足を大きく踏み出し、両手で引き落とす。山嵐。素早く浮かし崩して、右足を相手のくるぶしにかけて真ん前に倒します。背負い投げ。相手の胸部を自分の背中にくっつけ、肩越しに楕円を描くように倒します。背負い落とし。相手の腕を肩からかいこみ、片膝をついて前に転落させます。岩石落とし。立ったまま襟を取り、逆十字締めで攻めながら、体を低くして前向きに回り込み、後ろ腰を跳ね伸ばすと同時に肩越しに投げ落とす。すくい投げ。相手の脇下に深く入り込み、両手で左右の後ろ股下を抱えてすくい上げる。帯落とし。片手で相手の前帯をつかみ、片手は後ろ股をつかんで抱え込みます。もろ手がい。両手をパッと広げて、相手の出鼻を止め、直立する相手の両足をもろに買い込み上げて落とします。手車。相手から技を仕掛けてきた場合、低めになってこらえる一方、相手の股の間に手を入れ、引っかかえざま、真ん前に投げ出します。きびす返し。一瞬気を見て、手のひらで相手のきびすに内側からかけ、後方へ一気にすり引いて、仰向けざまに倒します。肩車。相手の股の間に腰を落としながら右足を入れ、右手を外股深く抱え入れて腰を伸ばすと一緒に担ぎ上げて落とします。墨落とし、俗に空気投げと呼ばれているこの技は、御船銃弾の草案です。相手と接近した場合、自分の足や腰を使わずに倒す方法はないだろうかという着目から生まれた技であります。
玉車。自分の体力、腕の力を使わずに、相手を自分の頭の上に飛ばす方法はないものであろうかという疑問にぶつかり、銃弾の編み出したものであります。人間は足元に物が落ちると本能的に前に飛び抜こうとします。この心理を応用したものが玉車であります。浮き腰。相手の腹に自分の背中が接した瞬間、腰のひねりで直下に転倒させます。腰車。相手の首を後方から巻き、腰を深く回して入れ、その腰を中軸にして水車を回すように倒すものです。払い腰。相手の腹と自分の腰をくっつけ、腰のひねりに股の働きで相手の外股を払って倒します。釣り込み腰。後ろ襟を持ち、相手の腹めがけて腰を入れ、反り身になるとき、なお一段腰を落として吸い上げ、転倒させます。大腰。相手の下腹に腰をくっつけ、立ち木を抜き取るような気持ちで抜き上げ、腰をひねって倒します。跳ね腰。横腹を相手の下腹につけ、腰の煽りとともに相手の足を足で押し上げて倒します。跳ね巻き込み。腰を